今日は香港で一番大きい無印良品に行ってきました。2021年1月2日の今17時半です。香港は18時以降現在ですね、レストラン内で食事ができないんですね。なのでとにかくまずは急いで夕飯食べて来ようと思います。はい、ということで2021年になりました。お正月は香港旧正月なので、今はニューイヤーという感じで、お正月はまた2月ということになります。最近よく行くレッドリーフカフェチャーチャン店で、この日はシンガポールチャオマイ、結構早く出てくるのですぐ食べたい時によく頼んでいます。まあやはりね、エビですよ。エビが最高です。で、年末年始寒かったんですけど、まあいつもの癖で飲み物はやっぱりトンリンソイアイスレモン水にしちゃうんですね。まあ気分をさっぱりさせて改めて出かけようと思います。地下鉄のシャムシュポの駅に来ました。ファーウェイペイでついにオクトパスカード対応、つまり地下鉄に乗れるようになりました。サムソンペイでも同じことができるんですけども、2つあるとまあ何かと便利かと思います。地下鉄もね、だんだんキャッシュレスで乗れるようになってきました。今日の目的地はカウルンベイ、カウルン湾の駅ですね。シャムシーポーから地下鉄に乗ったので、まずは隣の駅のタイシーで迎えに乗り換えます。香港の地下鉄の乗り換えは結構うまくできてるんですよね。乗り換えの駅が重なるようになってるので、方向によって違う駅、隣の駅同士で乗り換えられるというね、まあ、この辺り路線図見ていただけると分かりやすいかなという気がします。てなことで、地下鉄乗ってあっという間にカウルンベイ、カウルン湾に到着しました。この駅は実は地上です。というのも、まあ地平にですね、車庫があって、その上に人工地盤があるんですね。そこにショッピングモールやマンションが建っています。この地下鉄の MTR があっているテルフォードプラザ、ここのショッピングモールが無印の香港一番大きい店が入ってるんです。とにかく広いんですよ。線路の横側がプラザ1という建物になっていまして、こちらの方はとにかく横にずっと長くなっています。ここは2階建て構造になっています。まあこの上にマンションが建っているわけです。向こう見えないぐらい本当に長いです。この先の方に電気屋さんが集まっています。スマホ量販店のウィルソン、家電量販店の中原電機、そしてオレンジ色でおなじみのフォートレスが見えてきました。このフォートレスかなり大きいですよ。このフォートレスの先を行くと、もう一つ青い看板見えてきました。ブロードウェイですね。こうやってショッピングモールって、まあ電気屋さん、同じような店が集まることが非常に多いんです。香港実はビボが結構頑張っていて、いろいろ製品を出しています。このね、キャラぬいぐるみ欲しいんですけど売ってません。家電量販店なんてどこでも同じもの売ってると思いきや、店独自に在庫処分もやってるんです。これはブラックシャークの初代が3000ドル、4万2000円ぐらいですか。今時新品で手に入らないんですよね。こんな出会いがあるので家電量販店巡りはやめられません。そのブロードウェイの先には中国移動を CSL1010 とキャリアが揃っています。なんと瞑想もここにあります。無印はプラザ2という隣のビルに入っているので、人工地盤の上に出てきました。
ここは実は人通りが多いんですが、見ますと中国移動が見えてきました。その隣にあるのが3ですね。そしてさっきもあった CSL が見えます。隣が香港テレコム、まあ主に固定回線ですね。そして MVNO のサンモバイル、さらにスマートフォン、キャリア勢ぞろいですね。まあとにかく香港こうやってね、同じような店を集めちゃうっていうのが、なんでしょうね、消費者視点で考えてるというか、競争を考えてるというか。1月2日ですけども、まだクリスマスの飾り付けは残っています。そして香港で一番大きい無印良品、実はビデオを紛失してしまいまして、ざっくりとした紹介になってしまいます。まあとにかくね、広いんですよ。ないものないですね。日本で売ってるものほとんど売ってるんじゃないでしょうかというぐらい、ここにないものはないと言えるぐらい広いです。ここにしかないのかな、無印の。まずこれカフェで本当にコーヒー専門ですかね、のお店がまずありますし、中に入るとなんと今度は軽食、デザートの食べられる無地カフェがあるんです。ただ18時以降は今飲食店内できないので、体験したい人は早めの時間に行ってみてください。このアサナバッグは結構使い勝手いいので、僕よく買って使っています。刺繍コーナーとかあるんですね。これは知りませんでした。まあここは本当一日楽しめそうな気がします。広い店内には無印以外の日本の野菜や果物、調味料も売ってるんですね。まあ日本のお店、そんな一面も売っているんです。買ったのは布団カバー、どら焼き、あとメモ帳とか、こんな小物無印で買うの楽しいですよね。ということで、この後はバスに乗って帰宅しました。